ははい皆さんこんこにちは村長です昨日村長流のシンセサイダー V のブレスの入れ方これをお話ししましたとてもたくさんの人に見ていただきましたそしてコメントなんかもいただきましてこれはびっくりしたなというぐらいですね喜んでいただいた方もたくさんおられますでも中にはどうしてもシンセサイダー V の中でですね ブレスを入れたいというような方もおられますでもですね皆さんシンセサイダー V のスクリプトというのを勉強するところまで行っていない人がたくさんおられると思いますですから自分なりに工夫をしてそしてブレスを入れているという方もおられることも分かりましたただし僕は今日この動画を撮っておりますけれども 僕の方ではシンセサイダー V の中でブレスを作るというのはラウドネスを調整したりとかいうようなこといろんなことを鑑みた時に僕の気持ちの中ではこれが最高だとは思っていませんがどうしてもブレスを入れたい方に有志の方でとっても素晴らしいブレス入力ツールを開発した人がおりますので そのお話を今日はしたいと思います今画面にあるこの歌自身は全くブレスが入っていませんですからこのような状態ですオケトラックはミュートしておきます僕はここで踊る君はどこで踊るこのような形なんですけれどもスクリプトを使えばこれをすべて選択しますこれで 曲全体を選択したことになりますそしてスクリプトのメニューから Others というのがありますので隙間にブレスを入れるというこのスクリプトがとっても優秀です見せて,てください一瞬ですはいこのように隙間にブレスを埋めてくれましたもちろんこのブレスはいるかいらないかということは若干あると思うんですけれども でもこれでブレスが全てに入りましたスクリプトというのを使えばこんなに便利に一瞬でこういうことができるようになりますじゃあ聞いてみましょう僕はここで踊る君はどこで踊る葉っぱの裏で踊る土の中で踊るはいこのように入れれますので ラウドネスもう少し上げたいですそんな時はどうすればいいかちょっと大きめにしておきますコントロールを押しながらマウスのホイールをするとこんなように大きくなりますので大きくしておいてそしてエディットをラウドネスこのように選んでおきまして直線ツールで書く方がいいですのでこのようにしますそしてここに ボリュームを少し上げたいいと思います分かりやすいように強めに上げておきます。このようにブレスを上げれました。これが一つできましたら、ここを選択モードにして、このブレスのこの部分ですね、これを Ctrl-C でコピーします。そうしまして、こちらの方にカーソルを移動しまして、 そしてここで CtrlV をすればこのように同じ大きさの音にできます。これで Shift を押しながらスクロールをしてそしてここにですねつけていけば簡単にこのようにして複製をしていくことができます。 もう少し全体を見渡すためにコントロールを押しながらスクロールをしますこのようにできたわけですちょっと見てみましょう僕はここで踊る君はどこで踊る葉っぱの裏で踊るはい、このように入れれるわけですこんなように便利に使えるわけですではスクリプトを 登録するのはどのようにしたらいいでしょうか概要欄に貼っておきますのでマイコさんという方が作られたこの URL にアクセスしていただきますと一番上のところにアッドブレスというのがありますそれ以外にもとっても便利なツールもありますので試してみてください今回はこのアッドブレスという JavaScript これを インストールする仕方をお教えします Google ドライブですので右クリックをしましてそしてダウンロードというのをしますまあ、こういうようなメッセージが出ますがエラーを無視してダウンロードという風うにしますスクリプトだからこのような警告が出たわけですそうしまして分かりやすいようにダウンロードホルダーのところに保存をします次はシンセサイダー V です こののツーールは、有料版プロバージョン、これでしか動か動ないいと思います。ここでスクリプトを選びましてスクリプトフォルダーを開くというふうにしますこのようにするとシンセサイダー V スタジオのフォルダーが開くわけですこの中を見てみましょう僕はいっぱいこのように登録をしていますのでもうここにマイコさんのツールは入れてあります ちょょっと開けてみましょう。ここにアッドブレスアンダーバー SV.js JavaScript ですね。このようになっていますのでここにですね先ほどのホルダーから入れればいいわけですはいこのように左側にあるのが僕のダウンロードホルダーですそして右側のところに移したいわけです今は入っておりますが上書きをします こちらの,の,の SV とついてる方とついてない方がありますがこれをちょっと消してみましょうこれでもう一度このスクリプトを見まして再スキャンというのをしますこれでインストールが完了したわけですもう一度 Others を見てみると隙間にブレスを入れるというのがありますちょっとこのブレスを消しておきましょう はい、もっと後ろもありますがちょっとここだけやってみますこのように選択をしておきますそうしましてスクリプトから「Others」そして「隙間にブレス」を入れるこれを選ぶとはいこのようにブレスが入りましたたったこれだけのことですどうしてもシンセサイダー V の中で ブレスをやりたいい。人、それはこのようにしてくださいでも自分が昨日提案した WAV ファイルにして DAW の方で微妙に動かしたりとか例えばこれを微妙に動かすとなるとここですねこれを16部とかじゃなくってオフにしてそして微妙に動かすと。 見えますでしょうかちょっと大きくしておきましょうねこうやって微妙に動かすことが必要になってきますまたこのボリュームを書くのもちょっと面倒です是非とも昨日僕がアップしたブレスのやり方も一度試してみて本当にどちらが便利かやってみてください今日はブレスの入れ方でスクリプトを使う マイコさんの便利なスクリプトを利用する方法これを解説しました。村長スタジオでした